それを、まあ、スペース X 創業者のイーロン・マスクが見つけてきて、まあ、どこかでマッチングされたらしいんですけどでその人たちと一緒に会社を作ってそれでエンジンを作ってで技術を継承していったで僕これ技術の継承っていうのが実はすごいテーマだなと思っていてでインターネット時代になってやっとその技術の継承っていうものが本当に死に筋の技術を継承して、えー、後世に残すってことが多分できるようになってきたんだと思うんですよ。 これは本当に大事なことでアメリカって実はスペースシャトレ以来エンジン新しい設計したことがないんですよなので今アメリカの主力ロケットアトラスっていうロケットなんですけどこのアトラスの1段目ってロシア製のエンジンなんですよねもちろん組み立てはアメリカでやってるしアメリカの会社が東京から何から全部押さえてるこれあのソ連が崩壊した時にアメリカがもういろんな